Good evening, ladies and gentlemen. I'm Rarios Kerensky, and welcome to the first hour play of what I thought was Tsuri Spirits, but is now Ace Angler. I did download a patch before starting this video, and apparently this patch added English. Okay, this is good. But this is a fishing game, and I'm not really one for fishing or fishing games. But yeah, this is in English. This is wonderful. Of course, this is the Japanese edition. This just came out in Japan. And despite this being... Game をするときは部屋を明るくしてなるべく画面から離れてね。A fishing game, it... 持ち方はこうだよ。Promises to be a... Okay, I'm trying to... ストラップもちゃんとつけてね。So, sorry. So, yes. This has this mad... Okay, it's going on, but this is a Japanese arcade fishing game. And if you haven't seen the trailer, I suggest you stop the video, go and watch the trailer, and you'll be interested in this game. And as you've seen in the previous introduction slash tutorial thing... This in Japan also came with a fishing rod apparatus where you could slot your Joy-Cons in, and it would work like a fishing rod. I didn't buy it because it was really just too much, but yeah. And apparently this patch also added non-motion controls. の 70% は海である。しかし人類はまだその海の 5% ほどしか探索できていないと言われている。そう、海にはまだ無限と言っていいほどの未知が広がっている。そんな海の不思議を解き明かすため、海洋研究所は作られた。海洋研究所は海の不思議に挑む者たちを増やすために。Art perfectly summarizes the feeling of this game. かくして、世界は多くの人がトレジャーハンターとして海に挑む。アングラー時代の幕開けとなった。はじめまして。僕は海洋研究所の調査官の牛尾と申します。あなたが今日からトレジャーハンターになられる方ですね。よろしくお願いします。ところで、あなたのことを何とお呼びすればいいでしょうか。こちらで会っていますか。素敵なお名前ですね。いい響きです。それではこちらで海洋研究所にも登録しちゃいますね。はい、登録できました。これで
今からトレジャーハンターとして正式に海に出ることができます。ちなみにトレジャーハンターには海洋研究所から調査官が一人担当としてつきます。そういうわけで僕があなたの担当になりますので、これからよろしくお願いしますね。あと今回は特別に旅のサポートをしてくれる方も来てるんですよ。お二人をご紹介しますね。はじめましてだっぱ。俺はカパロで、こいつが俺の弟のキュータだっきゅ。はじめましてだっきゅ。なんで俺たちがカッパってわかったっぱ。ちゃんと人間に化けているはずなのに謎だっきゅ。カッパ、どういうことですか。お二人は普通の子供ですが。パッパッパ、そうっぱ、カッパなわけないっぱ。何言ってるっぱ。きっと寝ぼけているんだっきゅ。まだきっと起きたばっかりなんだっきゅ。ちょっと待つっぱ、ちょっとこっちに来てほしいっぱ。おい、俺たちはカッパだけど、これでも人間に化けてるんだっぱ。どうやら俺たちのことがカッパに見えてるみたいだが、普通の人には俺たちは人間に見えてるんだっぱ。だから俺たちがカッパだってことは他の人には内緒にしてほしいっぱ。そんなの知らないっぱ。こっちが聞きたいっぱ。今まで人間にバレたことなかったのに。あ、兄ちゃん兄ちゃん、前にじいじが言ってたっきゅ。カッパ界の言い伝えで、僕たちカッパの真実の姿が見える人はすっごく釣りの才能があるっていう話っきゅ。お、それが本当ならこいつはすっげえ釣り人になるってことだっぱな。そうだっきゅ、海に愛されてるんだっきゅ。そうだな、俺たちの変身を見抜くなんて大したもんだっぱ。本当にすっごい釣り人ならきっと宝玉も簡単にゲットできるっきゅ。My character is a perfect idiot. まさか、宝玉を知らないっきゅ。宝玉っていうのは、皆さん、船を運転してくれる方が来ましたよ。I hope he's a shark. はいっぱ。説明は後っぱ。行くっぱ。It's not. すまねえな遅れて。ちょっと出際にドタバタがあってよ。でも船の準備はできたぞ。どうで俺の大将丸は。この味のある感じがたまらないんだ。この方は我々が乗る船の運転手、勝美さんです。性格がちょっと熱すぎるところがありますが、運転の方はプロですから、安全に釣り場まで連れて行ってくれますよ。おうや、俺の運転はピカイチだぜ。安心して釣りに集中するといい。ロマンにあふれた大海原へ行くぜ。みんな俺についてこい。ガッハッハ。レッツフィッシングパー。こうしてトレジャーハンターとして初めの一歩を踏み出し、大いなる海に出かけることになった。ここは最初の海、サンゴ礁だっぱ。ここサンゴ礁は潮の流れが穏やかで、いろんな魚が釣りやすいので、初めてトレジャーハンターになった方にうってつけの海なんですよ。兄ちゃん、いろんな色がいっぱいあるっきゅ。なんでここ、こんなカラフルなんだっきゅ。サンゴは数百以上もの種類があると言われていて、みんないろんな形、いろんな色をしているんだっぱ。おっと、海洋研究所からの連絡ですね。今届いたのは手配書と呼ばれるもので、
早速その送られてきた手配書を見て釣りをしてみようっぱ。僕たちが釣りの説明をするっきゅ。まず一番最初の手配書を選ぶっぱ。好きな手配書を選ぶっぱ。この手配書にするっぱ。レッツフィッシングっきゅ。I take massive damage if the fish escapes.今のように海洋研究所からの手配書をクリアすると素材とお金をゲットできます。 OK, I'll try to switch to the pro pad. Let's see what happens. I'm not even allowed to
Okay, let's continue with the Joy-Cons. そして、あ、ちなみに、ロッドというのは釣り竿のことなので、覚えておいてくださいね。イケてるロッドはナイスなアングラーの証だからな。ああ、そういえば、アングラーって言葉知っているか？ま、トレジャーハンターとして海に出てるんだ。これぐらい知ってないとな。I lied. 海に愛されているすごい力の持ち主だから、きっとゴッドアングラーになれる気がするっきゅ。そうだっぱな。俺たちもついてるし、俺が認めたやつだっぱ。絶対になるっぱ。おっと、またまた海洋研究所からの連絡ですね。新しい手配書が来たみたいですね。それじゃあ次の手配書に。レッツフィッシングっぱ。好きな手配書を選ぶっぱ。この手配書にするっぱ。フィッシングっきょう。
おっと、海洋研究所からの連絡ですね。Oh, let's go for a shark. 情報によると、最近この辺りでマンボウが目撃されるようになったらしいですね。ここの海域で発見されるのは非常に珍しく、調査したいとのことで海洋研究所から手配書が届きました。By the way, I was wondering what kind of research an oceanographic institute does on fish the fish. Shouldn't they study them in their own habitat? Or stuff like that? 知ってますか？実はすっごい数の卵を産むらしいんですよ。聞いてびっくりしますよ。なんとその数、3億個ぐらいと言われています。I mean, they sound more like the fish market in Tokyo than an oceanographic institute, but I guess that's fine. Cute. そのまま3億数えていくと気づかないうちに寝てるぞ。わあ、マグロが確か図鑑では1000万から4000万個とも言われているから、それに比べるとマンボウは桁違い。そうなんですよ。とっても数が多いんですよ。それくらいの数を複数回に分けて産卵しているのではという説もあるので、たくさん卵を産むってことだけ覚えておくといいですね。水族館でよく見る割には未だにマンボウは未知の生物なんだな。ちなみにマンボウはたくさん卵を産むのですが、大きくなれるのはたったの数匹だそうです。だから数をいっぱい産むのか。海はすごいな。厳しいな。つまり今目の前にいる子は厳しい環境の中ここまで大きくなったたくましい子なんですよ。そう言われるとめちゃくちゃ強そうに見えるな。でもせっかく目の前に出てきてくれたチャンス逃しはしないパ。よし、それじゃ大物を釣る時のコツを教えるパ。大物にはコツがあるっきゅ。それじゃ手配書を選択してレッツフィッシングパー。好きな手配書を選ぶパ。この手配書にするパ。レッツフィッシングボスバトル。ボスエンターズレイジモード。If it enters rage mode, what does it become? A battleship from Gradius, from Darius, Gradius. Sorry. And the water fishes disappear.
Okay, Nemo is helping me catching another fish.素晴らしいです。キュン、懸賞金。お前な、可愛い顔してお金大好きだな。ん、なんか浮きについてるパ。これは宝玉パ。そう、地球の海に眠っていると言われる10個の宝玉のことだパ。この世界に古くから伝わる伝承。世界に散らばりし銃の宝玉、これを集めし時、古の宝が蘇る。人々はこの伝承に夢を見て、そしてロマンを感じ、海に出るんですよね。おい、何うっとりしてんだ、牛を。うっとりもしますよ、海洋研究所。いいえ、海に焦がれる者は皆この宝玉の伝承を信じずっと探しているんですから。ということで、ちょっと僕によく見せてください。どうせただの石ころだろう。そんなすぐ見つかったら苦労はしねえって。な、これは本物の宝玉。すごいですよ。何？海洋研究所に昔発見された宝玉が1個あるのですが、それと同じ物質のものですね。How exactly does he know by just looking at the thing? I don't know, but I guess here I shouldn't really care about logic. 長いこと探していて全然見つからなかったのに、やっぱり俺たちの出会いは運命だっぱな。これは今まで海洋研究所や幾人ものトレジャーハンターが探しても見つからなかったものです。あわわ、まさに世紀の大発見です。所長にお知らせしなければ。海洋研究所にデータを送りましたが、やはり宝玉だそうです。いやー、すごいですね。大興奮ですよ。本物の宝玉を航海の初日で釣り上げるなんて、イカしてるじゃねえか。
さすが俺たちが見込んだやつだっぱ。お、マンボウを倒していい素材が手に入ったみたいだな。これだけ素材があったら何か新しいロッドが作れるかもしれねえぞ。本当ですね。それではせっかくですし、一度漁港に戻ってロッドを作ってみましょうか。何をするっぱ？釣り具屋。よう、よく来たな。宝玉を見つけたんだってな。なんだよ、期待のルーキーじゃねえか。いや、俺の情報網はすげえんだぜ。っていう冗談は置いといて、ここは小さな漁港だからな。おっといけない、悪い悪い。俺は匠、この店の店長だ。ここでは釣り具の生産ができるのとともに釣り具の強化なんかもやってるぜ。なんか作ってほしいときは俺に頼みな。ま、きっちり素材とお代はいただくがな。で、何かするか。From the list on the left, it's kind of hard to understand what you have highlighted. Mata koi yo! Atarashii lotto.新しく作ったロッドはしっかり装備しろよ。それはちょっと悲しいっきょ。ちなみに今回はもう装備してるみたいだから問題ないが、装備変更は自宅でできるからな。よし、これであらかたの説明は終わったな。あとは釣りをしながらいろいろ覚えればいい。はい、そうですね。それではこちらを。こちらは先ほど海洋研究所から送られてきたサンゴ礁エリアの手配書になります。キュー、手配書がいっぱいだっきゅ。あ、いよいよ本格的なトレジャーハンターとしての冒険が始まるな。それじゃあ今からポイントに行くか。情報を確認して早速釣りに行くぞ。レッグフィッシングっぱ。何をするっぱ。こんにちは、ようこそアクアリウムへ。私、オトハと申します。元気がいいですね。こちらこそよろしくお願いします。ここアクアリウムには各トレジャーハンターさん専用の水槽がありまして、各地域の海で釣ったお魚を水槽に入れることができます。ぜひ水槽をお魚でいっぱいにしてみてください。とってもにぎやかになりますよ。水槽にお魚を入れるのにはいくつか条件があるのですが、それはアクアリウム内の依頼リストを見ていただきまして条件を確認してもらえればと思います。それでは何をいたしますか。報酬の受け取り可能な依頼がありますよ。確認してみてくださいね。I haven't caught anything.Okay. Oh, I need to put them in the tank. Okay.
There seem to be quite the number of locations. Yes, I'm pretty sure a hidden stash of cash. I want to try the arcade mode or whatever it was called. Because this, I think, is for two people or more. Let's see if I can. It's written right on the screen. You cannot use the pro pad. メダルが足りません。
ダルが足りません。Oh, the roads are...The mechanics are partially different from adventure mode. I'm really interested to see what this monster class is. Well, it is a monstrous fish.残り30秒、まだまだいける。強ダメージ。
は必殺技は超強力だ。モンスタークラスヒット、効いてるぞ。いける。残り10秒、急げ。クリティカルだ。効いてるぞ。モンスタークラスゲット、うん、終了。海底遺跡ステージ。Of course, it's a Kraken.
スーパークラスヒット、これで決まりだ。スーパークラスゲット。残り60秒、モンスターゲットはメダル50枚。大量メダル獲得を目指せ。いける、効いてるぞ。スーパークラスヒット、いける。残り30秒、まだまだいける。スーパークラスヒット、残り10�秒、急げ。モンスタークラスヒット、今ゲット。いける、あー、所持メダルをチョメダルに移動させるね。遊びたい項目を選んでね。ミッションの確認したい。よーし、ゲットだ。ミッションのカテゴリー確認したい。ミッションやった、ゲット、報酬ゲット、やった。ミッションのカテゴリー、よーしゲットだ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 、報酬ゲット、やった。ミッションのカテゴリー、遊びたい項目を選んでね。買いたいパックを選んでね。パックを買いますか。どんなカードが出てくるかな。新しいカードをゲットしたぞ。やった、カードゲットだ。パックを買いますか。どんなカードが出てくるかな。遊びたい項目を選んでね。開発する項目を、開発内容、開発する項目を、開発内容、この開発をするんだね。開発中です、楽しみだね。開発完了。新しいロットを使えるようになったよ。頑張ったね。開発する項目を、遊びたい項目を選んでね。So I'm gonna conclude this video here, and I wanna say that expect a review of this game. It doesn't seem like the deepest pun not intended experience ever, but it seems like a very complete package, and the sheer madness of some of its fishes and things you can fish completely make up for it. And I will also receive, I think, 3 other games in shortly, but this seems like the, let's say, shortest thing to get reviewed. So yeah, expect a review of this after, of course, I finish Nayuta. So I hope you have enjoyed this video, and you stick around for more. Briareus Kerensky, over and out.